第一目標はダンジョンマスター。何事だ。大変です。コモリンが突如一斉に出てきました。昨日までおとなしかったくせに。まさか俺たちの隙を狙ったな。タイガンとサーベルタイガーから吸収したスキル、クロンか。とりあえず全部倒せ。クロンのやつ、単独で入るなと言ったのに。これは急がないと、あの嬢ちゃんに美味しいとこ全部持ってくれちまうかもな。プラン、今回はこの間みたいな無茶はするなよ。うん、分かってる。無茶しないでダンジョンクリア。さらっと言ってくれるぜ。ま、いざとなれば、有金破壊戦で逃げたアイテム、剣の羽で出し続けるしな。行けるところまで戦略で行く。おる。来た。なだちこ。有用なスキル持ちのゴブリンは魔石狙い。その他は普通に倒すか、後続の奴らに取り分を残す。いいな。了解。頭に引き魔石。魔石がない死体は怪しまれるから次元収納に取りだ。次の3匹は無視、後続にも残しとこう。ラジャー、次は魔石。無視無視無視、魔石魔石。魔石を狙うの上手くなったな。ゴブリンと戦うの慣れてきた。すごいぞ。褒められた。魔石魔石魔石。予想以上にどんどん湧いてくるな。あれはどれも今更必要ないスキルばっかり。魔石風をゴブリンか。なら、分割思考からの二重映像ファイナル。新章の分割思考、すごい。俺、分割思考を極めつつあるな。このスキル、以前フランにも使わせてはみたけど。どうした？頭痛い。分割思考、やだ。どうやら、無機物の俺だからこそ、リスクなしで使えるみたいだ。あ、師匠、これ。二層目があったか。ずいぶん深いな。ボスはこの下か。スキル、反響定位、振動感知、気配察知、熱感知。このゴブリン2体を捕捉しました。みーけさあ、案内してもらうぜ。キングとクイーンの元へな。師匠、この先からガチャガチャ聞こえる。いよいよご対面ってとこか。ダンジョンマスター、どうだろうな。さすがドナドロンドさんだ。しかしほとんどお嬢ちゃんにやられてるな。私たちの取り分をしっかりと残してはくれてるけど。スタンピードの前兆にしちゃゴブリンの死体が少ない気もするが、ドナドロンドの旦那、あの嬢ちゃん何者なんだ。さあな、分かるのはあの年齢にして剣技剣術のレベルは7、達人に近いレベルだ。そりゃコーブゴブリンごときじゃ相手にならんわけだ。それでもまだ子供だ。油断から思わぬことになるかもしれない。急いでおるぞ。ビンゴ。おお、すげえ迫力だ。あれがゴブリンキングとかい。魔導の変身の時もそうだったが、ゴブリンは侵入者を感知するとキングの周りに集まる習性みたいだな。師匠、行く？いや、待て、数が多い。キングとクイーンも手前に。
魔法を打ち込む。その隙にフランはキングと封印を打ち取ってくれ。わかった。行くぜ。分割思考からの二重映像。フレアマラソン。And even instant death match would be low too. Are you? Are you? Eh, ah, eh, to Haro, Fran, sir. Since you are the one that we're fighting with, I want to fight with you. Wow, good job. Job taken. あれそうだ、残りのゴブリンは。この子を散らすとはこのことだな。師匠、これでクエスト終わり？どうだろう、今のが断末だったら何か反応が。扉、ダンジョン、まだ先がある。確かにな、ひょっとしたらダンジョンマスターはキングでもクイーンでもなくて他にいるのかもな。ダンジョンマスター、それから、ダンジョンマスター、ダンジョンマスター、どうやら機嫌は治ったみたいだな。なんか嫌なパターンだな。気を抜くなよ、フラン。アーミービートル、レベルは大したことないな。お、メディックにシューター、クラスもちもちなほらいるぞ。じゃあ数的も絶対こりゃいけんな、いっぱい倒せ。それじゃあ行くぞ。お前なら全然動きを封じてよ、一気に狩りまくれ。師匠、あそこ、また扉。まだ奥があるのか。感じたか。すごい魔力。この魔力、魔牢の平原の南のボス、C 級魔獣のグラトニースライムロード以上だぞ。師匠と一緒ならきっと勝てる。ああ、だがこの先に得体の知れないヤバいのがいるのは確かだ。ここはありったけの補助魔法で準備しておこう。まずはオールレジスト。状態静止が一時的に上昇します。おお、続いて反応や感覚をするとする、センシーズブースト、身体能力強化のフィジカルブースト、体が軽くなった。そしてリジェネレーション、個体名フランの傷が一定時間自動回復されます。そうそう、魔力大丈夫？ああ、アーミービートルから魔力吸収して満タンだ。フラン、生きて帰ったら俺の一番の得意料理を食わせてやるからな。得意料理？ああ、その名もカレーだ。カレー、何それ、聞いたことないけど、カレーの響き、それはすごい期待。だから絶対に死ぬんじゃないぞ。うん、絶対に死なない。最新へようこそ、歓迎するぜ。クリムト様。
ベル君、どうしました？ドナドロンドさんやフランさんたちのダンジョン攻略、うまくいってますかね？あそこはできたばかりのダンジョンです。強い魔獣はいませんから、きっと大丈夫ですよ。そうですよね。何か予想外の事態が起こらなければ。フランちゃん、貴様、開かない。フラン、無事なのか？返事をしろ。キングもクイーンもジョーちゃんが倒したみたいだな。じゃあこの奥には、ああ、おそらくでけえ魔力を放ってたのはこいつだ。しかし、なんだこいつ、まさかダンジョンマスターなのか。とりあえず鑑定だ。グレーターデーモンだと？なんだこのステータス、強すぎるなんてもんじゃねえぞ。戦後へのステータス値なんて初めて見た。エクストラスキルに暗黒魔術、得体の知らないスキルばかりだ。ランデルの話によれば、グレーターデーモンの脅威度は B。 一人で国を滅ぼしかねないやつってことだ。おいおい、まさかビビってんのか？ビビってなんかない。今のは弱そうだ。だが俺は手加減しねえ。そこはそれより強えんだろ。強い。言うじゃねえか。おい悪魔、何やってる？早くそいつを片付ける。あれは、え、こっちがダンジョンマスターなの？いや、ステータスめっちゃ雑魚いんですけど。じゃああれがダンジョンコア？みたいだな。さっさとそいつを始末しろ。ごちゃごちゃうるせえな。やってやるから、てめえは黙って見てろや。喋るゴブリンか。ゴブや虫はわかるが、脅威度 B の悪魔を本当にあいつが刺激してるのか？おいガキ、貴様よくも人間の分際で我がゴブリン帝国の精鋭たちをやってくれたな。うん、やっつけた。人間どもの町を征服する計画がやり直しではないか。おい、まあ貴様を殺して次のキングを召喚するまで、ダンジョンコアのコンテンツポイントさえ補充できれば魔獣などいくらでも。黙ってるやつは困ったや。殺すぞ。よほ、このデーモンなんでずっと反抗的？俺に支配は効かねえからな。好きに戦わせてもらうぜ。支配無効すぎるか。さーて、おっぱしめようぜ。あの剣やばいぞ。ご対面師匠が魔力500を伝導させました。打ち合えるとはな。そんな剣には負けない。いや、あの剣、魔力戦闘率が高い。魔力をまとわせて攻撃力1000を超えてる。こっちも魔力まとわせるんだからなんとか助かったが、変化したくには覚えてたぞ。うまく捌くじゃねえか。綺麗な。師匠。大丈夫だ。師匠、すぐにくっつけた。感覚は戻ってるか？少し、ヒリヒリするけど平気。ごめん、油断した。いや、油断とかのレベルじゃない。完全に視覚から現れたぞ。何かのスキルか。なんだかよくわからねえが、あそこから防ぐたやるじゃねえか。ほら、後ろだ。もう反応するかよ。そう来なくちゃな。どう見ても消えてる。瞬間に
かゆいな。聞いてない。ドッペルスネークから手に入れた大毒ガの上位スキル、魔毒ガが全くかよ。もうおしまいか。ああ格上を倒すパターンが潰された。死者どうする。正直かなり分が悪い。俺たちを舐めてるうちに突破口を見出せなかった時は天の羽で逃げると。でも絶対勝てに絶対勝てカレー食べる。認めてやるよ。じゃあその剣術奪うか。気をつけろフラン。何か来る。魔力の気配があった。なんだ今のは。何が来たのか全くわからねえ。エクストラスキル、スキルテイカー。狙ったスキルを奪って己のものにする。てめえの剣術スキルはいただいた。わかるか。てめえは俺と戦う力を失ったってわけだ。大立ちのまま死ね。